こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。久しぶりのショールームになっちゃった。こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶり。ありがとうね。昨日はみかんの剥き方でした。楽しかった。モニタンどこ？モニはタワー。タワーでさっき虫がいて、大きいドデカ虫が家に入ってきて、モニが見つけてくれましたね。退場、排除はしてくれなかったけど見つけてくれたから大感謝。ありがとくん。お菓子のクマ、ありがとう。ありがとうね。さっきまでね、あのサマーツアーの練習をしてたんだけど、もう汗がやばすぎて、そのサマーツアーの練習終わった後にショールームしようって思ってたんだけど、汗があまりにもすごすぎて、このままやってたらショールーム始める時にも前髪はないと思ったから、ちょっと途中で切り上げて配信中。また終わってから練習しますけども。あ、きょうちゃんとユニバ、あ、そう、ユニバ行って、きょうちゃんと楽しかった。初めてさ、なんかママなしでユニバ行った。さくすごい。新幹線もなんかそんなママなしでプライベートで乗ることはないから心配だったけど、きょうちゃんが全部教えてくれた。昨日のさくかわいすぎて何度も思い返して、昨日のさく、あ、昨日は初ハーフアップでした。イエーイ。普段もねハーフアップはしないんですよね。なんか似合わないと思ってたからしないんですけど、しなかったんだけど、昨日やってみた。ゆねちゃんが似合うって言ってくれたからやった。お手紙ありがとう。あい、え、すごい。何、かわいい。ありがとうね。あ、あ、そうだそうだ、なんか名前呼べるようになったんですよ。え、これどうやって呼んでったらいいの？みんな呼ぶの？これはみんなはどうしてるの？ちょっと誰かお聞きしたいことで、知りませんか？みんながどうやってやってるか。はい、ありがとう。握手楽しかったよ。ポニテは可愛かった。え、ほら、大丈夫だからさ、来るって聞いた。ポニテしたからよかった。会えて嬉しかったよ。作はめっちゃ目痛い、やばい、目薬。ママ目が痛すぎる。目薬が欲しい。めっちゃ痛い。はい、ありがとう。 X でも大梅さんに反応してもらえた。イエーイ、嬉しかったです。大梅さんはサクにあの激辛を食べさせようとしていますけども、サクがもし食べさせられたらまた食べさせますからね、ということで。うん、ハートありがとう。モニターえらいよね本当に。でモカちゃんはいないの、寝てるから起こさないよ。ハートありがとう。うん、
歌唱力見てはめっちゃ良かったです。本当にそれはサクが個人的には練習してたんですけど行かなくて、むしろなんか全然成果を出せない、失敗だったなって終わった瞬間に思って、あやばいって思ったから、もう全然なんかあんまりみんなに見てほしいなって言えなかった。ママの LINE 通知来てる？来てない。あ、なんで来てるの？だってインスタさっきさストーリー載せたから通知来ちゃうから。あ、ダメじゃん。なんで？いや誰に迷うのってやつ。あ、そっか。返事してるのさ、無視して、無視するか。だってお休みモードだから。あ、めっちゃ目痛い。なぜなら、数日前から痛い。え、ダメじゃん。なんで今の。だから目の疲労だから大丈夫。ダメ。明日眼科行くよ。嫌だ。嫌じゃない。違うって、疲労だから目をつぶれば大丈夫。練習お疲れ様です。ありがとうくんだよ。ね、眼科嫌いなんだよ。サクサーチしてるよ、めちゃくちゃしてるよ。にこれ何、これかわいい、ハートありがとう。最近いっぱい会って幸せだって。え、さくもめっちゃ会いに来てくれて嬉しい。くん、あ、6月4日入る。くん、マジでお祝いしようね、一緒に。ハートありがとう。なんか蜂に刺されたみたいな目になってんだけど、痛すぎて。刺されたことないけど、バレってちょっと慣れてきた。どうなんだろう、慣れてはないかも。でもあんずに、サクは普段通りにしてればそれでいいよって言われた、面白いからって。バラありがとう。いつの間にでしょう。ハリポタでテンション上がってるキョウちゃんの真似。なんかサクがキョウちゃんの動画見た、インスタのリールのやつを撮ったんですけど、ハリポタゾーンでも動画撮ったんだけど、なんか最初は可愛くしてたのね、なんかあーみたいなしてたのに、なんか覚えてないけど、何のキャラクターかよく分かんないけど、ハリーポッターのなんか指名手配みたいなキャラクターを見つけて、なんかうわーみたいな騒ぎ出して、なんかこの人がなんか悪い人に見えて、そうじゃなくてみたいな、めちゃくちゃ早口で語り出して、いや別に悪い人なんか言ってないやんって言って。すごいね、一人でね盛り上がって、一人でなんか完結してた、すごい。でも面白かった。作は普通になんか普段っていうか、今までハリーポッターはユニバに行ったら行ってたんですけど、なんか何にも知らずに行ってたから、キョウちゃんの面白い解説付きだと倍面白かったね。よく分かんなかったけど結局は。ラーメン、あ、鎌倉行ってない、鎌倉行けなかったから次行くんだよね。きょうちゃんがサクのおかげでお土産買いすぎないって言ってた。あ、そうだってきょうちゃんさ、熱しやすく冷めやすいからさ、今ハマってるものでも多分買って後で見たらなんで買ったんだろうって思っちゃうと思うから、最低限のものにしときなっていう言いました。きょうちゃんがいたら飛行機も乗れそう。飛行機は別物、本当に怖い。どうするの、本当に札幌やばいよ。だからみんな来てね。あ、なんか登録発表だったよね。みんなどうだったの、来てくれるの、ゼップツアー。天聖のさくちゃん可愛すぎて、イエーイ、嬉しい。天聖だったよ。みんなさ、なんかいろいろ予想してくれてたけど、天聖でしたよ。
おかげですのさきちゃんはめちゃくちゃおかげなんですよ本当に。バラありがとう。タワーの人は読んでるね。壇上とタワーだけ。あ、そうなんだ。じゃあさくは壇上とタワーとクマ読みます。あのねやつ、うん、ギフトくれた人を読んでる。あーなるほど。あ、壇上だけ。サイリウムありがとね。昨日は6月23の握手券買ってよ。久しぶりに会いに行きますね。あ、モニー、かわいい、モニーだよー、イエーイ、かわいい。ミラーボールありがとう。やった。サッカーの話またしてください。え、しようね、サッカーの話。もう本当にサッカー、はい、サッカー行きたいね。どうしようね、来て。ブライトンがさ、名古屋に、名古屋じゃないわ、日本にさ来る時に行きたくて迷ってる。はい、ありがとう。リップありがとう。何これかわいい、ありがとう。え、クマ以上だったらリップもなの。アッキーありがとう。え、待って、めっちゃ、ま、ん、めっちゃ時差すごいな絶対これ。サクの歌声好き、本当に嬉しいこと、マジよかった。もう本当に悔しい、後悔しかない。なんか全然あの練習通りにできなくて、リハの方がなんなら上手にできたから本当に悔しくて、でもそれも実力のうちですから、次こそ、次もしチャンスがあれば絶対にやって頑張ります。あ、本当タワー壇上、あ、蹴った。でも一回読んじゃったよ。あ、ママ、ママ、ママ、もう知らない。バイバイ。一回読んじゃったからさ、今日は読んで次からとかじゃダメ？聞こえるから、それでも難しいけど、うん、まあまあそっか、いいの？一回やったやつでさ、だってみんな嫌じゃん。そうだよ、かわいそう。どう読みなよ、全部。うん、サクは大変なだけだよ。サクは大変じゃないもん。じゃあいいんじゃない？うん。じゃあ読みます。ありがとう。みどうさん頑張った、ありがとう。メール返信ありがとうね。嬉しいよ、生存確認できて。あ、めっちゃ可愛いもん。ありがとうみどうさん。ママの言いつけ聞かなきゃダメ。うん。だって本当にあのもう目開けすぎてる、あのコンタクトを長時間つけすぎてるだけ。普通に目の疲れだから大丈夫、安心してね。もし鍵閉めループしたとしたら私と何話す？鍵閉めループって何？何？鍵閉めループって。ハートありがとう。 X でいいねくれるけど大変じゃないかな。なんかできる時はしてる。だからもしいいね来なくてもなんかあのあんまり、いや自分のにはいいねなかなか来ないですとかあんま言わないでほしい、ツイッターで。メール返信で言うのはまあまあ策だけだからいいけど、そうやってツイッターでとかで言うとなんか策が見てない人みたいに思われるから、ちゃんと見てるけどあの時間帯とか決まってて、じゃ本当はあのじゃあ学校ある時とかね、
お昼休みにも作見てるんだけどさ、でもいいねできないから時間とか決まってたりするからできない時もあるけど、もうほぼ全部見てますので、だから安心して。6月4日に向けてうちは作りました、業者に注文だけど、え、すごい、業者に注文ありがとう。週末も話したかったけど我慢。え、なんで話そうよ。ドラえもん上手、本当イエイ。あ、ミニオンのアトラクション行きましたよ。怖かった、怖かった、楽しかった。バラありがとう。さくちゃんカメラマン上手だね。え、上手だしよ。きょうちゃんのことを一番可愛く撮れるのはさくだからね。ハートありがとう。予備知識なしでも楽しめるの。え、さくは本当に知らなかったけど、あ、でもなんか並んでる時にちょっとめっちゃちょっとだけ見せてもらった、10分くらい。でもさ、ハリーポッターの10分ってさ、もう何十分の1でしょ。だからそれでもめっちゃ楽しめたから、やっぱきょうちゃん行く人ですね、やっぱ。え、551買いたかったんだけどさ、閉められた閉められた、シャッター。つらい、食べたい、大好きなんだけど551、本当にみんな知ってる、作の551の大好きさを本当に愛してる。551のシューマイ一番好き。かわいい、ありがとう。星ありがとう。ゾンビ、ゾンビやだ。え、そうだよ、キョウちゃんのこと分かってるよ。え、転生の作、転生すぎて何回も見てる。え、見て、みんな見た、転生見た。だるまありがとう、ハートありがとう。インスタのコメントへのいいね早すぎて驚くです。え、そう、インスタだけなんか通知来るんだよね、多分設定してるんだろうけど、ちょっと設定の変え方もちょっとよく分かんないからそのままなんだけど、だから通知そのままさ飛んだらコメント見れるからすぐいいねしちゃう。ミラーボールありがとう。モニちゃんこんばんは。モニー、ああーかわいい、好きだよ。約束通りサクをずっと見てたでよ。嬉しいくん、本当にありがとう。サクも見たよ。サク来たよ、ありがとう。来たくんありがとう。尊い、ありがとう。また国立でお土産買って送りましょうか、ね、イエーイ本当に行ってる。え、さくでも行こうかな、どうしよう。でママがさ、なんか、国立か遠いなっていう感じなのね。え、一緒に行けるさ友達いないんだけどさく、情けない本当に。サッカー友達欲しい、あのプレミアの、プレミア行きたい本当に。イギリス行きたい。お手紙ありがとう。飛行機必要でも行ける。どうだろう、一旦札幌でどのような感じかちょっと体験してくる、飛行機。それで行けたらやっぱ海外行きたいね。お手紙ありがとう、待ってました。何をショールームかな。あ、モニちゃんだった、無理だね。ヘアレンジ解禁、サクーさん鬼かわいい、嬉しい。ああ、インスタで今度、あ、今日やろうかな、やってほしい髪型募集しよう。サクー、あのさ質問箱みたいなやつやるの大好きだからさ、あのなんか好きなとこ書いてみたいなやつマジですごい書いてくれて大興奮スペシャルだった。転生のソロパートのサクー最高だった、嬉しい、イエー。ここで見た作はマジでマジで可愛すぎてまた大好きになりました、本当に嬉しい。あ、転生似合ってた、やったー。 K2、 え、何、正規当選連敗記録、何それ、連敗してるの。ハートありがとう。そう、次のシーズン楽しみ。三笘選手がねもっともっと出てほしいですけど、でもデゼルビ監督じゃなくなる、ガーン。ハートありがとう、お手紙ありがとう。
それがあるからいいねしすぎも難しい。でもさ、なんかさ、いいねしないとさ、読んでることって伝わらないじゃん。だけどさ、なんかさくがちゃんと読んでるよっていうのをさ、みんなに伝えたいの。だってさくがそれをあの推しメンにやられたら嬉しいから。さくもね、あのめちゃくちゃ大好きだから、あの佐々木彩香様と佐藤果歩さんと岡本彩香さんが大好きだから、もうそんなことさえやったら嬉しいもん。だからみんなにやるの。名練習でもそういうの言っちゃう。でも X にね、そうやってあの書いてる方もいて、だからああそうやって思うんだろうなと思って。チームで一番先輩メンバーと話す、あーやさんですね。お手紙ありがとう。今日も会えて嬉しかった。今日振り入れだったから会えました。別にサーチしなくてもいいんで。見たよ、ストーリー見たよ、あのエマのやつスクショした。嬉しい。絶叫系余裕、いや余裕じゃないよ、めっちゃ大叫びしたもん。長文のメール送っちゃったくん届いてるかな。届いてるよ、メール返信嬉しい。11期で一番清楚、嘘です。それ K2 で頑張りたいことは何？なんだろう。やっぱりあのずっとえなさんが最年少だったんですけど、 K2 は3年くらいけど最年少を引き継ぐということで、やっぱあの最年少ならでは あの元気さを、元気さがむしゃらさを出して K2 をあの盛り上げたいですね。自分の力でもいいねすることが義務じゃないから。ありがとね。あ、アッキー、クマありがとう。好きな食べ物多すぎ問題、てへ。肉まんじゃなくてシューマイとはしべ、肉まんは美味しいんですけど、シューマイ、肉まんも大好きだけど、シューマイはもうあの一番好きなの。午後一のやつが、肉まんはまだなんか出会えそう。わかんない、なんかあんまりたくさん食べたことないかも、いろんなお店のからまだわかんない。551の白くまアイスだって、やば、美味しそう。シューマイやばくない、めっちゃ美味しくない。天才緊張した、バレた、本当に泣きそうなぐらい緊張してた。だってリハでさ、緊張しすぎてさ、このこのこういうとこあるじゃん、こうやって回って回るところ、あそこさ、いつもさ間違えたことなかったのに、なんか逆回転しちゃったもんリハで、やばって思って、もう本当に緊張した。あー、ここね、ここわかる、好き。さこもインスタストーリーとか DM 見れ、なんかインスタの DM があのインスタのアカウントから見れなくて、だからネットから入って探してって見なきゃいけないから、ちょっとめんどくさい。見てるけどなんか普通にね見れないんだよね、 DM 探さなきゃ。だけど見てるよ。あ、守りたいこの笑顔、マキアートありがとう、ありがとうね、昨日会えたね。もう国立お願いします、お願い、本当にお願いだよ。イギリス行くくらいなら国立行きます。確かにママ、イギリス行くぐらいなら国立だよ。サイドポニーしか勝たんです、ずっと言ってるよね。だからあの会いに来てくれたらね、するよ。行けるよ、きっと。結婚してありがとう、するよ。好きなところのコメントで変なのありました、めっちゃあった、変なの。なんかなんだっけ、なんだっけ、なんか熱いシューマイだっけ、熱い小籠包だっけ、なんかを丸飲みできるところみたいな。丸飲みしたことないんだけど。そんな仕事したことない。あとなんかね、めっちゃあった、えってやつあった、ちょっと覚えてないけど。転生レギュラーになれたらいいね。
でもさ、アップル見たいでしょ。アップルもやりたいし、プレシャスもやりたい。お手紙ありがとう。中坂さんに海外も好きになってもらう。みゆさん、みゆさん、プレミアもハマりましょう。守りたいこの笑顔。コッシーありがとう。お家でもメガネしない派。なんかさ、メガネさ、ゆるゆるすぎてもうこれちょっと下向いただけで落ちちゃうから、メガネしたくないんだよね、あんま。だからずっとコンタクトだから目がすぐ疲れる。逆に読んでなくていいねだけするパターンありますか？ないですね、それは。見なきゃいいねしませんよ。サイリウムありがとう。弱いオタク、なんでみんなさ、なんでそんなさ自虐的になるの？弱いオタクとかさ、僕のはなんか知られてないからとかさ、一般人だからとかさ、違うし、自信持ってほんと自信持って、むんちゃん行きたいなって。かわいい、かわいいね。モバメの返信とインスタン DM どちらがいい？モバメの返信のが見やすいよ。うん、いいな。551毎日でも行ける、いいな。あ、三つ編みよかった。本当、ブライトの試合のチケット今買おうかもよって。え、わかる、どうしよう。でもまだだよね、6月いつだっけ発売、頭だよね。会いに行く楽しみが増えました。お、やった。じゃあ会いに来るときは行ってね、先に。作にイギリス、イギリスよりさ、あのどこだっけな、スペインとかの方がご飯が美味しいって聞いた。ラリーガか。髪型も私服もたくさん見れるのと幸せ。お揃い増やしたいな。きっとお揃いたくさん持ってるよ。めっちゃ可愛い、ありがとう。春流ありがとう。明日誕生日、え、おめでとう。すごい、ハピバ、ハピバ。大前さんもサッカー好きで、え、サッカー部だったんですよね、大前さん確か。いいね、ありがとう。音符ありがとう。え、すごい、立体のクマみたいな、ありがとう。ともちんありがとう。可愛い、何これ、前髪が気になってる。前髪気になる、なんか目が痛すぎて上に上げたい。嘘つき多いからそんなことないよ、そんなことない。あー、モニちゃん飛行機乗れません。モニちゃんはビビりなので。初めましてで見たよって言われてドキドキしました。え、見て、あのちょうど DM 読んだ後だったからさ、嬉しかった。守りたいこの笑顔。お山ありがとう、嬉しい。実はクレジットの最速選考でもう僕買おうと思えば買えちゃう。え、そんなのあんの？え、待って待って、落ち着いて、先を早く取らないで、柵より勝手すぎるけど、やだやだ。え、そんなんあんの？ずるいそんなんあんの？知らんかった。え、じゃあどうすんの？取られちゃったらどうすんの？全部それで、まあそれが特権か。悔しい。イタリア、あ、イタリアは美味しそう。なんかパスタとか、ロンドン美味しいレストラン。え、そうなの？もかちゃん太りましたか？お腹が丸いです、モニの。かわいい、そんなところもいいよね。ねえ、蜂に刺されたみたいな目になってる。なってないよ。なってるよ、ほら見て、右と左の見て。あ、ちょっとでしょなってる、やっぱりなってるんだ。めっちゃ痛いんだけど、やばい。え、そんなことある。バラありがとう。
手紙ありがとう、結婚してありがとうするよね。えクレジット選考あるんだって。どういう意味クレジット選考って。わかんないけど選考だよ、先に帰るってことでしょ。え普通の人も帰るの先行だってば。違う違う、なんかファンクラブ限定みたいな。あーそれわかんない、何先行、クレジット先行って何、クレジットカードの先行ってこと、そういうこと。え、行きたい、お願いお願いお願い。えだってその前北海道あるじゃん、ママ北海道行くし。でもいいじゃん別に。でえだってさ前日とかじゃないでしょ、前日とかじゃない、あ後日、うん、次の日じゃないでしょ、次の日、次の次の次だったらいけるよ。21でしょ、で24だっけ、24行きたい、お願いだ。夜だよね、うん、お昼だったらいいな。パスポート持ってますか。持ってないよ。えパスポートないと飛行機乗れないの。え日本は大丈夫だよ。あそう、じゃあいい。ハートありがとう、マッピア、リップありがとう。なんか行かなきゃ、やだ、痛い。結婚してありがとうするよ。あ、かわいいフェスティバル聞いてるよ、いいよね。さくさ、あれ SKE がやる前にさ、あのピュール行った時にね見たよ、あのショー、パレード、ピアノちゃんが出てたからね、一緒に踊ったよ。これ出すの、見せないよ。ジファンまだ言いたいこと。ハートありがとう。一人で東京行って、一人で国立は、いやダメダメ、無理だよね、無理だよね、わかる。さくも絶対迷子になるからやめた方がいい。札幌に行くにパスポートが必要だって。札幌はパスポートいりません。さくちゃん騙せる、言わない方がいいな。あそっか、見てない。見てない。見てないよ。ママでもパスポートあるよ。ママ行ける。バイバイ。んどういうこと？どこに行けるの？イギリス？え札幌か。それか持ってないじゃん。作るのかな、じゃあみんなで。ハワイ行けるよってなったら大変だから作っといた方がいいよ。でも期限あるでしょ？え五年か10年だもん。10年で作っとけばいいじゃん。イギリス行く？イギリスはちょっと知らないからやだ。知ってる人、プレミア始まったら行こうよ。あの喋れる人ついてか、連れて。イギリス英語勉強しようかな。うん、知って、なんか違うんでしょ英語、アメリカ英語と。ブライトンスポンサー、ブライトンのスポンサーはクレジットカードの会社なんだけど、それで最速で応募案内来たんです。あ、そういうこと。え違うじゃん、何どういうこと。ブライトンのスポンサーがクレジットカードの会社なんだって。どこのクレジットカード、どこ。こんばんは。国内線は機内に入ったら靴を脱がないといけない、下駄箱があるってこと。ん、いけないといけないと。アメックスか、アメックスは持ってません。あーそうなの、残念。騙されやすいな、騙されたの。サク、いつ騙されたの。どこ、答え、真相を教えてね、ちゃんと。勘違いしたまま生きていくのは嫌だから。あ、パスポートが必要なの。沖縄だって、北海道行けるっぽいよ。何が嘘なのちゃんと言ってね。指ハートありがとう。イギリス英語とアメリカ英語どっちが得。アメリカ英語だよ。沖縄はパスポートいりません。いらないの、日本だもん。日本はいらない。あ、なるほどね。海外行くときにいるの。はい。あ、さくちゃん一個勉強になった、ね、騙された。飛行機乗る前に眼科検診、これは嘘だ。これ嘘でしょ。もう騙されんよ。嘘つけ、嘘でしょ。群馬だよ、群馬は違う。わかるよ。群馬って新幹線で行けそうじゃん、だって。ダメ、大丈夫、行けない。わからん、ママ、あんまり。ママ笑ってるって。下駄箱じゃなくて専用の靴入れる袋もらえ、本当にこれは。い
や、ちょっとそれは分かんない。まあ、飛行機でも本当っぽい、本当っぽい人が言ってるもん。本当嘘つかなそうだもん。本当でもママ靴脱ぐから。あ、どうせ脱ぐもんね。分かる分かる。大丈夫。え、さ、ずっとさ、この縮こまった体勢で待てない、何時間も。ね、北海道はそんな遠くないか。あ、遠い、分かんない、遠そう、ね、緊張するよね。うん、推ししか勝たん。ありがとう、アキ。パニック、何、夢の国はパスポートいるよってどういうこと。飛行機で行かなくない、どういうこと。もう分からん。問題、モニちゃんパスポートいるでしょうか。いる、いらない、わかんない。え、可愛くない、証明写真撮るの。可愛い。モカちゃん海外行けるのかな。可愛い。行けるの？行けそう。かわいい。かわいいな。借り物？借り物扱い？ん？飛行機身長関係ないよね。乗り物だけだよそれ。ジェットコースターだけだよ。飛行機まだ開けられる？絶対開けれない。飛び落ちちゃったらどうすんの。ハートありがとう、ハートありがとう。高級そうな猫だって、かわいい。もにちゃんかわいいね。うん、借り物室、何、もう別の部屋ってこと。かわいそう。ダメダメ。そっか、なんか言ってたね、もうね、ダメだ。じゃあモカちゃんはダメだね。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。あ、貨物だって、借り物って言うんじゃよく大阪で迷子にならなかった。え、きょうちゃんが案内してくれた、ずっと。モカちゃん、かわちかわちいね。モカちゃん、何、カンカンダンスって何。入場するときカンカンダンスってあれ、なんか知らない。カン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 。どういうこと。バラありがとう、かわいい、ありがとう。モカちゃんは英語で話せるんで話せません。モカちゃんはニャーしか言わない。いやいやいや、ちょっとちょっと、わかるよ、さすがにわかるよ。かわいい、ありがとう。モニちゃんはじゃあ海外行きません。貨物室に入れられちゃうらしいので。体重3キロ減った。え、さく、最近体重測ってないわ。後で測ってみる。やばそう。でも痩せた、めっちゃ嬉しい。イエイ。何、ユナイテッドは FA かな。FA カップ優勝したから来季はヨーロッパリーグ確定しみました。イエーイ、よかった、嬉しいことだね。もかちゃんと海外行きたいくん。もにちゃんはね、家にいてほしいね、ずっと。危険な目にあってほしくないし。オーストラリア英語、え、わかんない。やってよ、さく、英語。え、イギリス英語やったらさ、行っていいの？イギリス。ペラペラになったらいいよ。マジ？うん、だって読めないもん、ママ、何にも。あ、確かに。英語なんか怖いじゃん。騙されちゃうから、ママたち。うん。そう。まずはもうアメリカ英語を完璧にして、でも全然違うんだったら先にイギリス英語覚えた方がよくない？イギリス英語だけでいいんじゃない？ダメなの？それも。わかんない。え、全然違うの？イギリス英語とアメリカ英語って。さくちゃん一番好きになったみたい。イエーイ、嬉しい。かわいいよね、モニ。そう、ハリポタイギリス英語だって。見よ。あ、字幕のやつで見ればいいんじゃない。え、そうそう、見たよこの前。字幕のやつ、吹き替えじゃなくて字幕で見た。ひょうちゃん字幕なの。ひょうちゃん字幕。え、かっこいい。何とかわからんで字幕で判断。そうしよう、ハリーポッター見よう。じゃ
英語できてもサク騙されそうだ失礼な。あ、方言みたいなもんだって。あ、じゃあ普通の英語。あ、そんなに違わない。たまに単語が違ったりする。あ、じゃあいけそうじゃない。英語習いなよ。え、習わせてよ。いいよ、行ってみ。マジ？じゃあ自力できるならいい。いけないでしょ、うん、どこで習えばいい、どこで習えばいいの。みんなどこで習えばいい英語。やっぽー、標準語と関西弁ぐらいだって。あ、じゃあいけそうじゃない、うん、ティーカップありがとう。ハリポタで英語を思いました。え、見よ。バラありがとう。うん、確かにスペイン語とポルトガル語みたいな感じで。スペイン語とポルトガル語めっちゃ難しいじゃん。わかんないもん全然。駅前留学って何？ノバ？ん？ノバ？何それ？わかんないもん。ユネさんに習うとか。ユネさん英語じゃなくない？得意なの。建築でしょ？うん。その前に英語できるの。英語好き。でも書き英語が好き。スペイン語と英語毎日ちょっとずつ勉強してるから一緒に頑張る。すごい。ラリーガも好きなの？千春さんね。千春さんはできません。千春さんは勉強できません。そう、ミクルさん、ミクルさん英語できるよ。あ、そうじゃん、うん、ミクルよろしくお願いいたします。ハートありがとう。オープンありがとう。劇場の楽。え、かわいそう。みんなを巻き込みたくない。さっき一人頑張る。え、すごい、毎日英語で日記書いてるんだって、あおみさん。え、だってめっちゃ喋ってたもん。やっぱすごいね、うん、すごかった。やっぱあれだね、一番行くことが大事だよね。ラリーガも好きです。レアルマドリード好きです。あ、そうなんだ。やっぱプレミアか。アメリカは南部に行くとのアメリカ相当あるし。え、そうなんだ。やっぱさ、現地の人と関わるとさ、喋れるようになるのかな。空港で働いてるけど英語話せます。え、どうするの、英語の、英語話されたら。北くん、北くんだよ。ミスターカミング。北くんじゃ北くんじゃないよ。北くんだよは別物だから。なんかさ、ゆきさんもさ、さくのこと北くんって呼んでくるんだけどさ、北くんじゃないよ。一人でも外国行く、行けないと思う。一人は、一人行動嫌いだからできない。英語の歌詞も内容理解して歌ってるんかな。え、歌ってる。さく、英語の歌詞絶対調べるよ。なんか知らずに歌ってたら、笑顔で言ったらいいのか真顔で言ったらいいのかさ、なんかどういう顔したらいいか分かんないから調べる。桜マドリードが一番くね。イエーイ。え、すごい、3年続けて1ヶ月くらい。ん？ん？どっちだ。3年続けてスペインに1ヶ月くらい。おー、はい、ありがとう。どどどしい英語で乗り切る。あ、そうなの。でもいけそうだよね。プレミアしか勝たん、うん、分かるよ。アイスありがとう。え、分かんない。イギリスの正式名称イングランド。分かんない。スペイン語オラオラーでしょ。
セルビーはユナイテッドやチェルシーいろいろ嘘がある。あ、そうなの？ユナイテッドだったら面白いね。チェルシーは、あ、チェルシーすごかったよね一時期。サクの飯からめっちゃ、すいません。すいません。サクしか勝たん。イエーイ。やった。ハートありがとう。それはしんちゃん、え、オラーって言わないの？挨拶オラーって言うでしょ。あ、え、習った前、中学校の時習ったグレートブリテンおよび、あ、なんかこれ誰か言ってた、パパだ、パパが言ってた昔これずっと言ってた、わかんない、グレートブリテンおよびなんとかって言ってた、ね、国名言い合うやつかな、なんだろう、懐かしたの、ね、知らないけどずっと言ってたじゃん。へえー、懐かしい。でもさ、実際さ、イギリスで伝わるからいいよね。さきちゃんサッカー、え、さきちゃんサッカーどうなんだろう、行かないかな、ブライトン一緒に。さきちゃん行かないでしょ。行かないか。ティーカップありがとう。まどろんでる。言うよね、ほら。あ、寝たか。スペイン語話せる。スペイン語で話しかけ、ちょっと難しいかも。久々の生作、大明さん面白かった。面白い、本当に素敵ですね。頑張ったね、ありがとうね。それな、なんかずっと言ってたイメージある。さきちゃんいないです。今日イギリスの国旗、わかんな。すごい、みんな知ってんの。僕と一緒にいてくれない、今すぐチケットに渡ります。取ってほしい、本当に悔しい。だってママ言ってくれなさそうだもん。だからどうしたらいいの、こんなに見たいのに。行ったら帰ってこられるのはお泊まりだよ。お願い、だって行ったら最後まで見たいじゃん、うん。かな、最終ぐらいで帰ってこれるのかな。何時から？知らない。カラオケする予定ありますか？いつする？え、もう喉痛くなかった今日。昨日ねめっちゃ喉痛かったんだけどさ、朝も痛かったわ。けどなんか痛くなくなった。いつでもいいよ、いつかいいの。すごい、なんかみんな頭よ、ハートありがとう。イギリス行ってハーランドにインタビューしてほしいくて、そんな夢みたいなことができたらいいのにな。もしありがとう。80分ならいけるね。ん？そっから東京駅にどれぐらいで行けるのかわかんないけど、東京か品川か。日本の国旗かけます。何？生きがい、ありがとう、ありがとう現場監督。生きがい、8時半に終わるくらいかな、だってね。いけそうじゃない？いけるんちゃうん、これ。ちょっと国立競技場から新幹線に乗るにはどうやって乗ればいいの？カラオケ配信したい。星ありがとう。声が聞こえますが、お姉さんですか？ママだよ、ママだよ。え、すごっ、声はママですよ。だって聞き分けてる。ん、ハートありがとう。
赤ちゃんかわいいでしょ。寝てるからママはお姉さんみたいなもんだってそれな、ママかわいいって。ありがとう。すごい、なんでそんな急にハートありがとう。何これ、わかんない。新農町お茶の水から東京ですなんて、どういうこと。駅の名前これ、ママが全然わかんない。ハートありがとう。東京駅なんだ。早速一曲歌って。え、イヤホンある？あるよ。え、いいよ。え、わかんない、歌えるかな、つなげれるかなお願い。何がいい、みんな充電大丈夫なの。あるよ。本当に目痛いんだけど、やばい。蜂に刺された。蚊じゃない、蚊に刺されるってかあんの。前髪が長くない、ちょっとね、切らなか、うん、かわいい、もくちゃん、ね、何がいいの。信濃町だって、信濃町とか読んじゃった。国立の最寄り。ママかわいいって言われるとちょっと声緊張してよそ行きの声になるの、かわいいバレバレバレた。ザ・キャット・イズ・スリーピング、そうだよ。山村県現場で会わなくなったね。そういうママ来なかったもん、この前。行く行く、次いいけど、そこはもう買ったんだよ、もう買ったんだよ。転生お願いします。多分ない。ないの？あるよ。はい。え？違う。転生だって。あ、ウィニングボール、懐かしい。懐かしい。いいや。東京22時半の。え、これでき。途中で繋ぐの。なんか前できんかったくない？すごい真剣に調べて。見て、イヤホンゲットした、ピンクだよ、イエー、拍手ありがとう。ノルウェージャンフォレストキャットですか。マンチカンです。かわいいよ。ぼちゃんおはようって。おはよう。何にする、何がいいかな。待ってね。マイクル、あー、やっぽー、どう？大きい？待って、時差が大きい。あ、そっか。うん、あ、それ、これそれピッてしたら。やっぽー。ガサガサしちゃダメだよ、ね。はい。声遠いって。転生あるかな？あ、懐かしい。もう懐かしい。狼とブライド。待って、調べます。SKE。あるのかな？あ、ないよ多分。制服の面のやつなかった気がするんだよ。先生はカラオケないよって言って。あ、ないんだ、うん、え、本当に全然ないわ。ない。あるやつみんなわかんないよね。ピノキオくんあるのすごい。天聖くんないって。天聖くん天聖なかったからごめんなさい。チーム K2 曲、何、どうやって調べたらいいかな。K2 曲はダダマシンガンか。どういう歌？ダダマシンガンをぶっぱなで、ダダカズチャータルタロってやつ。何がいいかな。でも全然ないね。ビューティフルもないかも。声がちいかわだって。イエーイイエーイ。小さいってことじゃない。小さいって言ってよ。ちいかわとか言われたら勘違いするじゃん。小さくて可愛いってことじゃないの。だからちいかわじゃんそれ。ビューティフルは
こ調べ方が、あ、ないですね、多分ない、全然ない。何がいいの？丸書いてちょんはない。丸書いてちょんないよ。ニューエイジャーですけど、夏よ急げ。あ、なんかサマーツアー懐かしいな。兆しあんのかな、ぶっ放してほしいな。K2 曲いいね。ニューエイジャー、あ、エールはね歌えないんです。 SK48 の曲とかヒコラブさんとかじゃないと。ヒコラブいい、ラダマシンガンとかさ、でも歌ったことないけど歌ってみようかな。やばいかな、まあいっか、配信だし。ニューエイジャーとニューエイジャーです。歌えるかな。ダダマシンガンあったから、ダダマシンガン自信がある曲わかんない。ウィニングボールとかは歌ってたから歌えそうだけど、いきます。え、音聞きたい。先で出会ったんだ、なぜ男の子みたいな君に恋をしたんだろう。髪はショート、いつもすっぴんで、色気なんかまるでない、生意気があるさ。興味がないのか、角が硬くて優しい言葉をかけた瞬間に惹かれちゃうかな。たったマシンガンをぶっ放せ、ただ数じゃ当たるだろう。そうけないよね、ずっと僕の方がやられたらしい。反撃をしなきゃダメだ、君を倒せるまで。闇を隠しながら闇雲に、ただだ掃除をしてる君の姿にやられた。ルブーそのひたむきさり、ハートは静かににされた。オンリーワンだ、ランチに行こうと誘いたいけれど、ただ無視されるか。ただマシンガンをぶっ放せ、だだ照準を合わせろよ。敵も手ごわい相手、油断したら怪我をするぞ。僕のプライドなんてコッパみじんだよね。なくなるそれまで全力でただだ愛に十。じゃ申し訳ないから終わろう。全然わかんなくてごめんなさい。全然ちょっとわかんなかったリズムが。勉強します、ごめんなさい。え、ほんと、うん、初めて歌ったダダマシンガン、ずっとめちゃくちゃ好きだからめちゃくちゃ聴いてるんだけど、自分が歌うとなるとちょっと難しい。練習します、ごめんね。ちょ、 D メロとか歌えるか不安だから、ぶち切り。ぶち切りごめんなさい。声がいいって、イエーイ、頑張るね。これから曲はめっちゃ好きだからめっちゃ聴いてます。本当にお風呂でね、毎日のように流してた曲あった。ミラーボールありがとうね、サイリウムありがとう、馬ありがとう、ミラーボールありがとう。
欲しい、ありがとう、いいね、ありがとう。モカタン、え、モカタンいなくなったって。ここにいる。あはあ、サクの歌大好きなのに逃げちゃった。モニター、サクの歌好きなんだよ。聞いたことないって思ったじゃない。あ、そっか、やっぱ聞いたことある曲じゃないとな。待って、もっと歌える曲歌いたい、悔しいから。星ありがとう。星ありがとう。こんばんは、こんばんは。え、違うよね、ない、歌ったらいつもね一緒に歌いに来るんだよ。ブルドンやろうか。え、ウィンブルドン入ってなくない？多分デツナも入ってなかった気がする。デツナと制服の目ってなんか入ってないイメージ。なんかサクが歌えそうな曲。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。わかんないやり方。あ、来た来た。わかる曲な。あー、すごい懐かしいな。オープニングアクトでやったな。青空片思い、青空片思いの衣装大好きなんだよねって言ったらさ、あの生誕のさ、あ、何あれ、なんていう の、 あのメッセージの入れるやつを青空片思いの衣装にしてくれてめっちゃ嬉しかった。めっちゃあの衣装一番好きなんだよね。え、なんかあのさ、メッセージカード入れるファイルみたいなやつあったじゃん。そう、あれを青空片思いの衣装、そうそうそう、めっちゃ嬉しい、懐かしい。え、鉄のあるの？なかったよ、さっき見たけど。片思いファイナリー歌えるかな。いいよ。誰かパレオって言った？ないよね、鉄の片思いファイナリーの A メロなんだっけ。ああ、ね、ないよね。配信のつぶやき大事。え、そう、ゆきさんの観覧車すごかった。さくもいっぱいいろいろ言おう。さくもいっぱいいろいろ言うね。パレオ行ったくん？じゃあパレオ、パレオ、はい、行きます。パレオだよ、久しぶり。
ニが歌ったのに来てくれんかった。かわいいモニありがとう。あ、ありがとう。なんかミラーボールと星とサイリウムありがとうね。懐かしい、パレオのさ、パレオリメイク選抜の時に歌ってたなーって。懐かしい。めっちゃかわいい、ありがとう赤竹さん。え、嬉しい、一番好き、イエイ。星ありがとね。16日のツーショット行くの迷ってたけど緊急で買ったは買いすぎるしますけど、イエーイ、やったー、歌ってよかったやったー。そう、サクサクパレオゲーム出れた、さきちゃんのおかげ、やったー、ありがとう星、ありがとう。最近カラオケ行ってなかったからマジで嬉しい、カラオケできて。カラオケ大好きなんだよね。でも人からは嫌いだから、さきちゃんが、あ、お姉ちゃんが行ける時じゃないと行けないんだけど、遊んでばっかりだからね、さくんのために時間を作ってくれないんですよ。アンコールだってもういいよね、歌はもういいよね、歌はそんなに歌ってもみんな飽きるもん、すぐに。星ありがとう。15日通称のポーズすでに決めてます、エモいやつ。え、マジやった。え、どっち、通称15日ってさ、幕張愛知変わりなんだ。通所は幕張。そっか、ウェイトレスさくちゃんだよ。え、マジか、もっと痩せなきゃ。え、だって可愛く撮りたいじゃん、通所は。16日は白猫さくちゃんだよ。え、マジで可愛いよ衣装。あ、何コスプレ、飽きるもんか、本当に飽きない。お疲れ、ありがとう。不良娘不良娘だよ本当にね。あ、ニューエイジャー、ニューエイジャーって言ってたな、みんな。そうだ、十分痩せてる。うん、本当に SKE は遅いですから、皆さん公演でねステージに立つとね、差がついちゃうのが嫌だからね。え、行く予定じゃなかった幕張、前に行くことに決めました。ありがとう。じゃあニューエイジャーしよう、みんな好きだから。ニューエイジャーってめちゃくちゃ高くて難しいよね。あるかな、さっき見たよニューエイジャーは。あった、行きます。楽しい幕張泣いてないし。Thank you.
ありがとう。わかる。いいよね、振りも素敵。ありがとうね、みんな。ミラーボールありがとう。ブラボーありがとう。サリウムありがとう。ピンク黄緑ありがとうね。音符ありがとう。ミラーボールありがとう。とってもありがとう。すごい盛り上げ上手だみんな。ありがとう。楽しい、本当に楽しい。カラオケ行きたかったんだよね最近。これからもだって。ありがとう。じゃあ歌うね、また。楽しい、本当よかった。ありがとうね。そうだよ、ハートありがとう。すぐに会いに来て、会いに来てよ、会いに来て。劇場公演さあ来てよ。歌声が世界一、嬉しい、やった、イエー。ハートありがとう。ハートありがとう。嬉しい。イヤホン取っていいのかなこれ。イヤホン取ったら元通りになる？ね、携帯が抜けちゃう。バッタラ。そっか。イヤホン取っていいよって。なんか取れないんだけども携帯が落ちそう。このままでいいのかな。声こもってるよねこれだと。ほんと、うん、星ありがとう。5月公演で5回会えて嬉しかった。じゃあ6月は6回会おうね。ハートありがとう。新幹線乗って会いに行かなきゃ。そうだよ、そうだよ、言ったやん。そうだよ、ライブでニュージャー。それな、ニュージャーやりたい。なんかフルのさ振り結構好きなんだよね、作だからやりたい。あ、ほんと聞こえますかね。じゃあいいね。
お手紙ありがとう。ゼップツアーも当たったから楽しみすぎる。楽しもうね。嬉しい。ゼップツアー頑張る。でも本当にさ、さっきも練習してたけどさ、もう本当にもう難しすぎて挫折しそうだった。心が折れそうだったけど、もう頑張る。あ、きょうちゃんの生誕祭入るの、さくちゃんの歌声聞けるの楽しみだ。イエーイ、嬉しい。待ってるね。見つけるね。K2 公演でこっそり応援していく、来てね。本当に一人だと勇気出ないけど、会いに来て、会いに来て。大丈夫、一人でもきっと。星ありがとう。洗顔何使ってる？あれ何あれ、ミノン？ミノンじゃない、さく、一時期ミノンだったけどあれに戻した、オレンジの。あ、ママのやつ？ママのやつ何あれ、何なの？あれも売ってないもん。あ、売ってないんだ、うん、悔しいね。売ってないやつらしい。でもミノン、ミノンのやつもたまに使うよー。大変だね。キャピサクと USJ 行きたい人生、本当に楽しかった。 USJ ツアーしたいねよ。ん、かわいい、ありがとう。セーターさんも春から見つけていくん。やった、見つける。ダノンのヨーグルト。ん？ん？シャンプーの CM 出れそうな綺麗な髪で、本当にさ、サラサラになった。最近いろいろなね、いろいろ試してるからさ。でもやっぱあれですね、あのあれ、あのトリートメントね、あれね、あれすごくいいなんだっけ、ストレーニア、うん、ストレーニアのシャンプーとトリートメントめちゃくちゃいい。洗顔料は泡立て器、あ、こういうやつでしょ、なんか入れ物のやつだよね。あれ買ったことあるけどさ、めんどくさくてやめちゃったから、もう手で泡立てる。え、かわいいでしょ。USJ でライブやったことあるんだって、スケイ、すごい、すごいね。サクの髪型気になるか、ストレートだよん？あれ4日ってこと？4日どうしよう、きょうちゃんに決めてもらおう。あれさっきなんか募集する、そうそうそう、だからもうこれからの参考に募集する。あ、インスタのストーリーでさ、や、あのいつか見たい髪型募集するからさ、みんな後で答えてね。そこインスタのストーリー大好きだからめちゃくちゃ載せるけど、そんなあの飽きずに見てね。普通のとこも載せてね。うん、4個載せてるよ今。みんな全部いいねしてる？してる。本当に、うん、ママは早いもんだってすぐ来るもん、いいね。みなみくんだよ。みなみくんってジャルジャルの伝わんないよねこれみなみくん、何、あ、ハーフツインね、お気に入り。 USJ 作の動画、あるけどさ、なんか動画載せるのちょっとね、躊躇しちゃう。載せて、はい、みんな見たいよって言って、うん、見たいよって。だってでもいいね少なかったら消しちゃうよ。ダメダメ、みんな載せてってみんないいねするよって。すごいいいよ、ママは別に見せるよ。ほらみんな見たいよって言って、見たいよ。低いツインテール、あ、いいですね。キミエさんとあのエナさんがツインテールしてほしいって昨日言ってくださったからします。インスタできない界隈です。え、そんな界隈ないよ。いや、ママこういうツインテールがいい、わかる、うん、高いやつ、うん、それいつか清香と一緒にやるから待ってて。あ、それやればいい、生誕とか。生誕は嫌でしょ。嫌なの？清香が一番盛れる髪型がいいもんだって。ママが早すぎるって漫画タイトルとかね、探偵が早すぎるじゃんさくの一番好きなドラマ探偵が早すぎる。
SNS 始めなきゃ。そうだよ、あげてください。え、見るの、いいねしてくれるの。じゃあ今日、はい、今日載せる。え、今日は無理、今日は無理、編集したい。編集、うん、だってつなぎ、だって今日がすごい可愛かった。 あれ何、うまいことやってるの。いや、わかんない。でもいっぱい撮ってくれたから、ちょっと待って、考えるから一旦考えさせて。ダメ、もうもうやだ、もうやだ、やだ、あれ見ないって言ってるもん。うん、やだすごいママのノリいいな、だっていいね。ママいつも言ってるよね、いっぱい乗せてねって。うん、は、星ありがとう、お願いします。うん、サクの気持ちが乗ったらやります。ダメダメダメそう、ダメ、そんなのもずっと言わやらないから。うん、ママ会いたいって。じゃあ名古屋においで。それな、名古屋に来てね、名古屋に来たって前行ったのに来てくれんかったもん。あツーショットでしょって言われたもん。ツーショットも大事なの。違うよ、だってあれじゃん、6月の22、23は、うん、トーク会と握手会だ。あ、トーク会だって、名古屋、これ名古屋。22、23は皆さんなんとあのツーショット会はちょっとって方、6月22日と23日は名古屋で握手会とトーク会があり、22日はブレザーサクちゃん、23日はプリティーな私服さくちゃんです。なんとびっくり、驚きの名古屋の握手会行く、イエーイ。22か23、あ、さっき教えてくれたよね、ありがとう。劇場でお見かけしたのですが一歩踏み出せずでした。だって何を、劇場でママを見かけたことがあるって。あ、声かけてよ。ママはねフレンドリーだから、ね、誰々ですって言ったら、うん、あーってなるから。そうだよ、大丈夫だよ、みんな、うん、話しかけてね。ママはさきちゃん、え、さきちゃんわかんない、さきちゃん来るかな、どこ、名古屋誘っとくわ、うん、ワンちゃん。15と23だって、やった。15日はツーショット会でウェイトレスさくちゃん、ウェイトレスとかもう着ることないからね、わかんないけどわかんないけどなかなか着ないよ。だしで16日は白猫さくちゃん、モニになります。え、かわいい、モニだよ、モニだよモニも連れてきたい、ツーショット会、モニも一緒にツーショット撮りたい。さっき話したブレーテのチケット買いました。いいな、くいいな。ママの好きなところは、うん、サクのことが大好きなところだよ。あと、あの、甘やかしてくれるところ、サクを一番に、サクのわがままは全部聞いてくれるよ。うん、それな、なんと素敵な、モニになる、モニになるよ。だからみんな、ウェイトレスと白猫どちらがおすすめくんですか。どちらもですよ、どちらももう見なきゃいけない。これはわがまま、わがまま、わがまま、自分勝手、自分勝手だよじゃん自分勝手だよ。そんなことないです、そんなことないですけど、たまにねん、ママとサキちゃんとワテの3人、え、無理です、それはサクちゃんです、サクちゃんとしか撮れません。サクレベルで圧があるって、ママ。そうだよ、ママはね、あの眼圧もすごいからうんってすごいからね、本当に強烈ですから危ないよみんな、サクのことを好きな人がね、あの他に流れたらね、ママももうブチ切れですからね。そうだよ、サクのことが大好きな、うん、みんなが好きだからね。そうだよ、だからサクのこと好きじゃないとダメだからね。そうだよ、自分勝手シャツ欲しいいいでしょこれサクにぴったりって、あのさっきね、
あの着替えようかなって言ったらママに「いや自分勝手だからいいよ」って「自分勝手だからそれでいいよ」って言われた。なんてこった、うん、すごいよ、うん、強烈だからね、気をつけてね、怖いよ。こんばんは、こんばんは。やばい20分だ。え、何時からやったっけ、サク。ちょっと待ってよ、うん、7時51分。あれめっちゃやってる。7時51分、うん、だってこれ時間出てるよ、カラハって出てる。1時間半やってるね、すっごすごい。 SKE で楽しい、 SKE で仕事に戻るね、頑張ってね。星ありがとう。あ、なるほどね。ママは、あ、ママは甘やかすし厳しいですね。まあ、サクには緩いか。守りたいこの笑顔、ありがとう。アキありがとね。え、ママの札つけてくるって、まあまあってな、札つけてくる。どういうこと？ママの札つけてきてまあ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 ってつけます。多分わかるよね。わかるわかる、愉快な人だよ。愉快で、あの元気で、声がこれ多分ずっと喋ってるからわかるよ。11期で楽しい、広いって。11期、あ、狭いんか、狭い。 SKE で、でもまあまあ、やっぱ単押しはどうなのかっていうさ、あの議論をさ前さ見つけてツイッターで、あ、確かにと思った。なんか単押し単押し言うけど、あ、単押しがいいって言う人が多いけど、なんか全員を好きじゃダメなのかみたいな。全員好きでもいいけど、うん、全員にバーっていっぱい来るならいいと思う、うん、あ、確かに確かに、そう、なるほど ね。でもそれも全員好きの中でサクがいるのも嬉しいけど、やっぱりサクを一番に好きで、サクにいっぱい会いに来てくれる人が一番素敵だよねっていうことだから、別にあの全員を好きな人を否定しているわけではないです、サクは。それも素敵、その愛の形も素敵だって。サクも DD だからそんなに DD じゃないけどね、佐々木彩香様が一番好きですから。佐々木彩香様にしか、あの、でもアリンぐらいじゃない今。かほさんも好きだし、あやさんも好きだけど、でもあの直接会いに行っておたかつするのは彩香様だけですから、そういうことなんですよね。僕が桜部に転生してから逆に話してない。え、そうなの？話してよ。え、桜部に転生する前に話してたの？え、わかるの？そうだよ、来てたもん。え、そうなの？そうだよ、めちゃくちゃ桜部だから話してね。うん、だって前違ったもん。そうだよそうだけど、もう今はいいじゃん、桜部なんだからね。今はいいよ、あったらもちろん。千春って名前がいいのだってまあまあじゃないってサクママは大富豪、どんな名前だって。サクママじゃない？多分サクママだと思う。ママさん A型嘘だよ絶対嘘だよ、 A 型なわけあるまい。 A 型だよママ。本当に、うん、誰といるの。ママだよ、ハートありがとう。楽しい、幻、うん、いいと思うよ。箱推しでもいいけど、さくにあのたくさん会いに来てくれる人が素敵っていうこと。さくママディディ、そんなことないよ。結婚してありがとうするよ。そう、 A 型、さくも A 型だからね。嘘みたい、自分 A 型だと思わなかったな。 A 型という人は大体 B 型、うん、血液検査して A 型でした。そう、適当な映画で、そう、なんか綺麗好きではあるけど掃除は苦手っていう感じ。なんとびっくり、使ったものはそのままにしちゃうからね、お部屋が荒れてるわけですけど。
最近はマジでサクタンを知ってるよ。だってさ、今までとさもう違うもん、あのリップの頻度が違うから知ってるよ。一番会いたいのはサクちゃんで嬉しい。だってめっちゃ公園来てくれるもん最近、すごい。マジでいつもいる。ちゃんと会ったら、ね、このこれあの、うん、SK48 の方、うん、名前今呼べないけど、うん、いいよ名前はもう分かってるから、覚えてる、うん、ちゃんと声かけてね。めっちゃ来てくれる、うん、公園。しかもめっちゃあのにっこりして見てくれる楽しそう。いいね、ニコリはね。めっちゃ楽しそうだもん。星ありがとう。ママ記憶あって嬉しいくん。え、そうそう、ママ結構覚えてるからね。ちゃんとサックのことが好き、タン推しだっていう人はちゃんと名前ママ覚えてるから。あ、そうだよ。誰誰ですって言ったらあーってなるから。うんうん、絶対しなくてもいいけどね。サクのことが好きだったらもうそれでいいよ。あ、いいの、うん、いいの、うん、でも来てくれないとやだ。会いに来てくれない。そうだね、うん、あー、え、ぐらついてるよ非常に。おー、サクリップ早く返してるつもりです。嬉しいくん、リップ早い。でもいつでもいいんだよ、してくれることに意味がある。結婚してありがとうするよ。いいね、ありがとう。4日はにっこりしてみますすごいみんな楽しそうだからね、嬉しい。星ありがとう。さきちゃん大好きで会いに行けてない人もうね。そうだよね、いつでも待ってるよさきちゃんは。星ありがとう。さこメス公園出たい、たいよ。ほんと楽しい。サックのパフォーマンス4日は当選、7日も投げてマジすごい。ありがとう星ありがとう。にっこりして今見てます。今は見れない、今見れるから死ぬ、面白い本当に。あ、転生見れたね、見に来て早くね。タン推しじゃない、タン推しじゃないけどね、あのね、いっぱい会いに来てくれるから嬉しいよ。めっちゃループしてくれるからとっても嬉しい。あ、自己紹介ね、やりに来てね一緒に。ずっとさきちゃんばかり見てるよ、嬉しいこと本当にありがとう。4日行くよ。あ、そうです、4日はねぜひともあの水色一本のサイリウムできょうちゃんを一緒にお祝いしようね。結局サクに会いに行っちゃってる。本当にすごい、めっちゃループしてくれる。ツーショット会本当にさめっちゃ来てくれる。誰が？あのマイメロの。あ、そうなんだ。めっちゃめっちゃループするありがとうね、ありがとう。本当にね素敵。いつかサクに会いに名古屋来て、え、来て来て大阪。あ、言ってたね、ユニバ近いって。そんなにループもしてなく、え、なんで？めっちゃループしてくれたじゃん。京香とくるみにももう釣られません。本当か？本当か？それは。4日転生見るのが楽しみすぎる。わかんないよ。転生じゃないかもしれないよ。まあ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 。でも自己紹介の位置でさ、もうバレちゃうんでしょあれ。すごいみんな把握してんの。いろいろと頑張るだよ。そうだね。現地会はさくちゃんしか買ってません。ありがとう。4日当てたんで顔出せる予定です。え、だってさらちゃんでしょ。あ、そうなの。そうでもさらちゃんのことが多分一番好きでしょ。あらま。でもさらちゃんいないもんね4日。京香とさくとさらちゃんが好きなんだけど、うん、最近はその3人がいたらさらちゃんの振ってます。さくは知っています。あらま。全部。あの紛らわしいけど結構水色1本か2本かって結構ちゃんとチェックしたら2本でした。あらま。桜ループか、桜ループしようよみんなでね。そうしよう。
さくちゃんがアンズレイの後ろ取った時にアンズ全員、そう、ほんとすごかった。さくさ、なんかさ、帰る時にさ、レーンからめっちゃ手振るのね、いろんな人に。でもアンズのレーンだけレベチでもうこんなんでさ、みんなで振ってくんの、ほんとに面白かった、楽しい。でもアンズにバレてなかったらしいからよかった。鍵開けでサクを持つ時間が好きですね。待ってくれて嬉しかった。あ、ね、そう、サータンと同時に出演する時も楽しみですね。コメント読んだよ、インスタも読んでるよ、コメントありがとね。僕はサクが好きですよ、本当に。ペンライト見てるからね、本当に。別に怒ってるとかじゃないよ、全然怒ってないけど、まあ、見てるからねっていうことですよ。先生初めて見た時感動で涙して、え、本当にすごい。どこまで手を振ってくれるかみんなで見てます。え、でもさ、あれさ、結構ギリギリまで振るとさ、なんか何、前を見れないから、こう前を見れないから誰かにぶつかりそうで怖いんだよね。全然行ったことないから、そろそろいいですか。なんでさ、新規開拓しようとするの、みんな、なんでそうするの。さくも後ろのにゃんこも可愛いだね。後ろのにゃんこ可愛い、後ろのにゃんこかわいい。くっ、いいの、さくちゃんメールと、え、やばいよね、メールとかいっぱい書かない。まさか顔バレしてると思いませんでした。え、覚えてるよ、さく ちゃんとね。え、すごい、奈良県のおたともさんと連番します。多分さくちゃんが知ってる方。え、そうなの、ありがとう、ハートありがとう。かわいい、ありがとう。ママも顔出し、え、ママしたことあるよね、顔出し、ショールームで、うん、なんかで未完全かな、うん、未完全だ、未完全もだし、あれだよね、うん、ゼップとか行くよね。あ、違う違う、顔出しじゃん。ってこと、顔出し、もうゼップはだって会った人しかわかんないじゃん。あ、そういうことか、うん。もう認知切れてるんだ。え、切れてないよ。え、絶対わかるから大丈夫。絶対わかる。わかるわ。もかちゃんにっこりしてたって。もかちゃん笑えるのかな。あ、かわいい。もかちゃん笑ってた。もうにっこりしてるじゃん、ほら。見て、よく見て、アップしてみて。もうにっこりしてるよ。もかちゃん推しでしたって。イエーイ。イエーイ。かわいい。かわいい。本当にかわいい。ママさんに似てるくんですか。え、ママさんのあの幼少期さくらさんにそっくりです。さくらさんがママさんの幼少期にそっくりです。逆でした、すいません。あ、そうそうそう、名古屋ガールズフェスティバルの時もいましたね。結婚してありがとうするよ。猫が笑っただって。猫かわいいね。待って、やりすぎ、ショールーム時間やばい。そろそろ終わりますね。ランキング発表。イエーイ。初めて名前呼べるランキングで、なんで今までなかったんだろう。悔しいこと。はい、いきます。13位はマキアート、ありがとう、イエーイ。12位はマッピア、ありがとう、イエーイ。11位はパンダくん、ありがとう、ありがとうね。10位は大吉、ありがとう、あ、おめでとう、この前お誕生日。9位はん、本さん、本さんかな、ありがとう、イエーイ。8位はコッシー、ありがとう、イエーイ。7位はともちん、ありがとう、イエーイ。6位は現場監督、ありがとう、イエーイ。5位は春龍、ありがとう、イエーイ。4位は小山、ありがとう。
イエーイ。3位は赤竹さん、ありがとう。イエーイ。あー、かわいいね。2位はのりひろじょう、ありがとう。イエーイ。そして1位はアッキー、ありがとう。イエ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 イ、ありがとう。楽しい。そう、名前呼べるんだよ。やばくない？熱すぎ。もう今までがなんでだろうっていう感じなんですけどね。謎ルール解禁。解禁なんですよ。そう、嬉しいね。ドラえもん？サクだよ。今のは普通のサクだったよ。えね、そうそうそう、そうだね。結婚してありがとうするよ。ありがとう。あ、インスタストーリー、あ、そうね、ゆねちゃんと撮ったよ。初めて名前呼ばれた記念日。そう、初めて。私、ありがとうございました。ありがとう、楽しかった。あ、はいはい、チーズ。はい、チーズ。かわいい、かわいいね、かわいいね。モニー、モニーちゃん、かわいい。かわいすぎる。イエーイ、イエーイ、イエーイ。撮った？撮れたかな？ありがとうね、みんな。1時間45だって。すごい。ありがとう、いっぱい見てくれて、ずっと。かわいそう、やばい、やばい、本当に目がさ、蜂に刺されたみたいな目になってて、申し訳ない。ありがとね、みんな。あの、いろいろ、あ、インスタはまずあのストーリー返信してね。あの、髪型聞くから。あとメールも書くね。でした。ありがとうございました。眼科行ってね。やだ。やだ。猫起きたって。猫って言わないで。面白いから。モカだよ。ありがとう、ありがとね。今日もありがとう。バイバイ、おやすみ。